周南市。周南市は山口県の東南部に位置する市。南部は瀬戸内海に面し、国際拠点港湾である徳山下松港と共に、主要産業である重化学工業企業が多数立地しており、これに接する形で市街地が形成されている。また、港は複数の島に囲まれており、一部は定期航路が設定されている。一方北部は、 中国山地の一部にあたり、農村地域が点々と存在している。隣接する下松市や光市とは、産業、経済、交流面での結びつきが強く、山市は、周南地区と呼称される。山市の市名から、周南、下松、高地区と呼称されることもある。山口県は、都市計画基本方針において、山市を、人口、約十五万人の 州内広域都市圏と定義している。面積は約6 5 6 2 9トルで県内19市町中、萩市に次ぐ第5位。北部は西木川の上流にあたる六野盆地などでは冬季には積雪がある。一方、瀬戸内海に面した南部には平野が広がり、気候も比較的温暖で年に数えるほどしか積雪することはない。なお、 気象庁の一時細分区域は山口市や豊富市と同じ中部にあたる。周南市は2003年、平成15年4月に徳山市、新南陽市、熊毛町、六野町の2市2町が新設合併し発足した。市名は2001年、平成13年、当時の3市2町、徳山市、下松市、新南陽市、熊毛町、 六野町合併協議会において決定したものを、下松氏が合併協議から離脱した後に設立された、二市二町合併協議会が引き継いだものである。新市名の案は、当時の三市二町の住民からの公募で選ばれた。中南とは、津王国の南部という意味で、方角地名、山口県の瀬戸内海沿岸の広い地域を指す、名称、広域地名として使用されてき、 昭和後期以降、当時の四市四町、徳山市、下松市、甲市、新南陽市、熊毛町、六谷町、大和町、田伏町において、広域合併の議論が高まるにつれ、この合併構想が、集南合併と呼称されるようになり、主に四市四町を指す呼称として浸透していった。また、平成の大合併において、人口10万人以上の市を含む合併、 新設編入は問わないにおいて、最大規模の市の市名を引き継がなかった市としては、首都圏を除けば、唯一の例である、新市名の最終六項に、徳山も含まれていた。他に、徳山、のぞみ、東山口、毛利。周南地区の市長合併は、周南合併と呼ばれ、2003年、平成15年4月の周南市の誕生は、いわゆる、平成の大合併の、 山口県内における初の事例となった。1980年代後半頃から、中南地域における市町の合併機運が高まり、四市四町、徳山市、下松市、甲市、新南陽市、熊芸町、田伏町、大和町、六野町を中心とした合併が模索されてきた。西二町合併協議会の設立の際、西二町の合併は、 先行合併と位置づけられたが、2003年の合併以後、周南市、下松市、甲子において合併を求める機運は薄くなっており、さらなる合併に向けた目立った動きは見られない。旧熊毛町においては、市外局番や消防、警察の所轄が市内の他の地区と異なるほか、市役所本庁、旧徳山市中心部へ最短で移動する場合に、 九松市を経由する必要がある状況となっている。周南市都市計画マスタープランに基づく7地域、周南市公共施設再配置計画に基づく31地区に分類される。徳山駅周辺の中心市街地では、銀座、新宿、原宿、晴海、有楽町、代々木、千代田など、東京の地名が多く住居表示に使われている。 これらは第二次世界大戦後に施行された戦災復興と地区学政治事業に伴い新たに命名された地名である。2018年平成30年6月22日現在、2016年平成28年10月より新庁舎建設工事が進められている。一期工事は2018年平成30年5月に完成し、8月までに 全部署が新たな本館での業務を開始した。2期工事は2019年、平成31年以降に完了する予定。周南市の主要産業は、重化学工業であり、旧徳山海軍燃料省から発展した石油コンビナート、周南コンビナートが形成されている。製造品出荷学等は、山口県内第1位で、瀬戸内工業地域の重要な位置を占めている。 1960年代以降、徳山駅の北東に広がる、中心市街地に、松下百貨店、後の近鉄松下百貨店、大英徳山店、後のトポス徳山店、日井徳山店、後の徳山先といった百貨店、総合オーパーの出店が、相次ぎ、中南地区を代表する商業地として発展した。1990年代以降は、 モータリゼーションの進行に伴い、周辺部で、郊外型ショッピングセンター、SC や、ロードサイド店舗が発展した。急進南洋市域で、夢タウン新南洋や、オンタウン周南が、隣接する下松市で、ザモール周南、現、夢タウン、下松や、三里部、下松などが開業した。一方、中心市街地の商業地は、衰退が進み、 それまで発展を支えた総合スーパーや百貨店はすべて姿を消した。2012年、平成24年に山口県が行った調査では、旧熊毛町域は下松市の第一次証券、旧徳山市域、旧六屋町域は下松市の第二次証券となっており、市内から下松市への購買力の流出が顕著である身が明らかとなった。一方、市内においても、 郊外型 SC の立地する旧新南洋地域では高い地元購買率を維持していた。2010年代に入り、中心市街地では徳山駅周辺整備事業が着工された。平成末期の2014年から2017年頃には、旧徳山地域においても、夢タウン、徳山やイオンタウン、周南区目など郊外型 SC の出店が相次いだ。 店舗面積1万メートルを以上の大規模小売店舗を一家に記す。南部は瀬戸内海に面しており、漁業が行われている。フグは下関市の特産品として有名であるが、周南市の宿も島は、フグのハエナー業法発祥地であることから、隠れたフグの本場としても知られる。北部では農業が中心で、梨やぶどうが栽培されている。2> 第二次人である。 西京銀行の本店のほか、県内外,外の銀行や、水穂銀行、三菱 UFJ 銀行の二つの都市銀行が支店を構える。三菱 UFJ 銀行徳山支店は、旧三菱銀行東京三菱銀行の店舗で、東京三菱銀行時代は、県内唯一の店舗だった。高等教育機関として、徳山高専と徳山大学がある。 徳山高専で力を入れているロボコンが縁で、周南市は2003年に公開された映画、ロボコンのロケ地となった。すべて私立小学校である。休校中、市外局番は、旧熊毛下町が0833,40から79,90から 99, その他が0834,20から69,80から89となっている。郵便番号は、 以下の通りとなっている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。